ギオーム・レミーは、ベルギーのバイオリニスト、教育者。レミーは、ウグレに生まれた。リエージュ王立音楽院では、デジレ・ヘインベルクの下で、バイオリンの研鑽に励み、その後パリ音楽院で、ランベール・マサールに支持した。レミーは、室内楽演奏、中でもとりわけヘピアノのアンドレ・メサジェ、ジェロのジュール・デル・サールとのピアノトリオで知られる。彼らは1882年に、 エルネスト・ショーソンのピアノ三重奏曲と単調を、初演しており、レミーは同じ年に、シツ内アンサンブルラ・トローンプットの一員として、ベドルジ・ハスメタナの弦楽四重奏曲第1番、我が生涯より、のフランス初演にも加わった。さらに1887年には、ルイファン・ベフェルジュムのビオラ、デルサールのチェロ及び作曲者自身のピアノで、ガブリエル・フォーレのピアノ四重奏曲、 第2番を初演している。デミーは、なんとに没した。デミーは教育者として、大きな功績を残しており、彼のパリ音楽院での教え子には、ダニエル・ギレ、ジョゼフ・カルベ、ソフィー・カルメン・ウィック・ハルト・グラマってらがいる。出展。ありがとうございます。